はいこんにちは116インズです今回は視聴者の方からいただいたアイディアです 先日、イチロー選手が出演していた古畑任三郎ファイナルの再放送を見る機会がありました。確か放送された当時私は小学生だったと思うんですが、イチロー選手が俳優としてデビュー、それも犯人役ということでかなり話題になった記憶がありますが、ドラマとはいえイチロー選手が最後は逮捕されるという展開は子供ながらなかなか衝撃を受けましたし、またイチロー選手の演技も本当にこれが初めてのドラマなのかと思うぐらい堂々とされていて、今回久々に見返しても楽しむことができました。 それはそれとして、当時も多少気になりましたが、マリナーズファンとして改めて気になったのが、イチロー選手が逮捕されてしまった後のマリナーズがどうなったのかということです。イチロー選手というオールスターを突然失うことになったわけですが、チームはどのようにしてその穴を埋めるのか、今回は簡単にではありますが、考えてみたいなと思います。 なお、作中、一郎選手が逮捕された具体的な時期までは明らかとなっていませんが、今回の動画では一郎選手が出演の、古畑忍三郎ファイナルが放送された2006年1月4日に、一郎選手の逮捕が発覚したという設定で進めます。またもちろんですが、あくまでドラマ、フィクションということはご承知おきください。 まず、イチロー選手が逮捕される直前のシーズン、2005年シーズンのチーム状況を見ていきましょう。この年、マリナーズは FA でリッチー・セクソン、エイドリアン・ベルトレと2人の長距離砲を獲得し、打線の手こい入れを行いましたが、チーム状況は対して上向かず、前年より多少増し程度の69勝93敗で、2年連続 AL 西地区最下位となりました。まあ、普通に弱かったですね。 そんなチームの中で一郎選手はライトのレギュラーとして全162試合に出場し、打率が3割3人と MLB に移籍してからは最低と、シーズン最多安打記録を塗り替えた翌年のシーズンとしては物足りないものだったかもしれませんが、それでも3割打っていますし、ウィンザ・ボブ・リプレイスメントも3.9と、レギュラーとしては申し分ない成績を残しています。 さて、2006年1月4日、イチロー選手が逮捕されたことが明らかとなります。各メディアは大騒ぎ、特に当のイチロー選手が所属するマリナーズフロントは頭を抱えたことでしょう。 犯した罪の重さは去ることながら、シーズンフル出場したライトのオールスターを突然失ったわけですから、野球の面でも当時のビルバベシ GM はきっと頭が真っ白になったことでしょうね。今まで考えずに済んできたライトのレギュラー問題が突如降ってきて、おまけに2005年のオフのマリナーズは、1月4日の時点で城島選手と3年総額1650万ドル、先発投手ジャロット・ウォッシュバーンと4年総額3750万ドルと、計5400万ドルをすでに使っていましたので、今から大型補強をしように、 ももちょっとと金銭的にに厳しいという状況にありましたまたお金に余裕があったとしても2005年オフの FA 史上メンバーが豪華といえるほどでもなくまたそんな市場の数少ない有力選手も1月4日の時点ではすでに来季の所属先を決めていました。 例えば、レッドソックスから FA となっていたジョニー・デーモンは、前日の1月3日にヤンキー席が決まっていましたし、ブライアン・ジャイルズも12月にパドレス残留が決定。選択肢があまり多くはなく、イチロー選手の穴を実力面で真に埋めることができる選手もいないため、できたとしてもとりあえず一時的な穴埋め要因を確保することぐらいでしょうか。 なので FA での補強があまり望めないのであればそもそも2005年に93敗もしているチーム状況も踏まえて一層若手を使うのがいいようにも思えましたこのライトのポジションには3人の候補がいまして1人目はクリス・スネリング2人目はチュ・シンスそして3人目はアダム・ジョーンズそれぞれの2005年シーズン終了時点の状況を見ていきましょう まず一人目はクリス・スネリング。スネリングは総攻守揃った5ツールのポテンシャルを持つ選手として期待されていた選手ですが、度重なる怪我で2005年の時点でその価値に相当傷がついていました。ただ試合に出ている時は結果を残していて、2005年はトリプレ a で打率3割7分と打ちまくり、3年ぶりに MLB 昇格。MLB に上がってからも29打数8安打と悪くない感じでしたが、しかし怪我の問題がまたも彼を襲いまして、9月に左膝前十字人体再建術を受けシーズン終了。 かなり大きな手術なだけに2006年の開幕に間に合わない見込みで実際戻ってきたのは2006年6月末のことでしたその後スネリングに見切りをつけたマリナーズフロントは2006年オフにホセビドロ獲得の際に彼をナショナルズでトレードプロスペクト時代に評価された才能はとうとう発揮されることはありませんでした2人目はチュシンス 主審数は2005年開幕前の時点でベースボールアメリカのプロスペクトランキングで球界全体51位とかなり高い評価を受けていてマイナーでもバッティングで結果を残し続け2005年に22歳で MLB 初昇格を果たしています主審数の強みは出塁能力の高さにありまして2005年トリプレイで打率2割8分2人と打率も悪くなかったんですけれども出塁率がこれにちょうど1割プラスの3割8分2人。 2003年にアセチックスの戦略を描いたマネーボールがアメリカで発売され、球界内でも出塁率の重要性が徐々に認識され始めた中で、まさに新しい野球の時代にふさわしい人材がマイナーの中にいたわけです。 ただ現実のマリナーズはあまり彼をうまく生かすことができずマイナーでは両翼の起用がメインだったのに MLB ではセンターをやらせたりそもそもチャンスもあまり与えなかったりと主審室が MLB でどんな選手になれそうか見極める前に2006年7月にインディアンスへトレードとなりましたこのトレードはバベシ GM が成立させた最悪のトレードの一つで主審室がその後オールスターレベルの外野手に成長したのに対しマリナーズが獲得したベンブルサードは OPS7 割前半のファーストに勝つという全くの期待外れに終わっています 3人目はアダム・ジョーンズ。ジョーンズは2003年ドラフト全体37位指名をマリナーズから受けプロ入りしていまして、2005年の時点では入っていませんでしたが、2006年開幕前のベースボールアメリカのプロスペクトランキングで、球界全体64位という評価を受けることとなります。2005年の時点ではダブル A まで到達していて、19歳ながら打率2割9分8人 OPS8 割2分5人と成績も良く、かなり順調に育っていた選手です。 ドラフト時から2005年までショートとして育ててきていましたが、同じポジションにキューバ出身のユニエスキー・ベタンコートが加わったことから、シーツ通りだと2006年シーズンから本格的に外野へコンバートとなり、外野手として2006年中に MLB 昇格を果たしています。ポテンシャルの高さは随所で発揮していましたが、ただ2008年2月、エース級のピッチャーが欲しいと考えたマリナーズは、オリオールズのエースエリック・ベダード1人を獲得するために、なんと5人もの選手を差し出して、ジョーンズはその一人でした。 このトレードはジョーンズを含む3人がオリオールズの主力として活躍したのに対しマリナーズに移籍したベダードがほとんど稼働しなかったことから文句なしでバベシ GM あるいはチームの歴史の中でもワーストトレードとなっています本当にひどい。 ということで、ライトを埋める候補3人ご紹介しましたが、2006年1月の時点では、スネリングは膝の手術からのリハビリ中、ジョーンズはまだダブルに到達したばかりで、かつ外野経験も少ないことを考えると、若手を抜擢するのであれば、受信数が一番現実的かなと思いました。では、受信数抜擢の効果を考えていきましょう。 主審室が2006年開幕からレギュラーとなればインディアンスとのあのふざけたトレードをそらく防ぐことができるというのが何よりの効果でありますが彼は何と言っても出塁能力に長けていてこの1点のみであればおそらくイチロー選手よりも優れていると言ってもいいと思います。 現実の2006年、インディアンスに移籍後すぐに打率2割キュー分5人スレ率3割7分3人と結果を残した彼は、翌2007年シーズンをチーム事情からほとんどマイナーで過ごすこととなりましたが、2008年ついにブレイク。2008年以降3年連続でスレ率も3割キュー分を超えています。チームの外野事情も影響して2007年ほとんど MLB にいなかったので、本格的なブレイクが2008年となりましたが、マリナーズであればそういった事情もなかったでしょうし、2006年から安定した出場機会を与えることができれば、ブレイク ブレイクが1年年か2年早ままった可能性ももあるかもしれませんねそして仮に2007年に中心数が現実の2008年あるいは2009年に残した成績をブレイクが早まったことで2007年に残せた場合2007年のチームにプラスをもたらしたかもしれません2007年のマリナーズはバビス政権下では一番の成果を残したとしてシーズン88勝。 プレイオフ争いにも終盤まで加わりました。この年のチームを牽引したのが打線で、チーム打率2割8分7人はリーグ2位とかなり好成績を残しているんですね。が、どんどん振っていくタイプの選手、いわゆるフリースインガーばかりを集めた打線であったため、打率の割に失礼率が高くはなく、失礼率3割3分7人はリーグ7位と平均ぐらいだったんですよね。結果として得点数もリーグ7位だったと。 ただここに中心数が加われば、イチロー選手がいないので打率は下がるにしても、中心数は出塁面での貢献が期待できますし、長打による貢献も見込めたでしょう。またフリースインガーばかりの打線の中に、タイプの違うボールをしっかり見極めていく中心数が加われば、打線のスパイスとなって、相手投手によりプレッシャーを与えることももしかしたらできたかもしれません。 あのどんどん振っていく打線の中に中心数みたいなタイプの選手が一人いればどうなったのかなとは常々思っていたりもしましたので、これはちょっと気になりますよね。ただ中心数がいることで、この年の打線を支えたライトの補正議員獲得が幻となっていたかもしれない点は注意が必要で、もちろん当時の一郎選手がそうであったように、中心数もセンターに回せば彼を獲得することもできたでしょうが、議員がいなかったらこの年のチームは回っていないので、そこだけは留意しなければならないでしょう。 2007年のマリナーズは最終的にプレイオフ圏内まで6ゲーム差あったので、チュシンが入ったとしてもプレイオフを逃すという結果はおそらく変わらないでしょうが、展開が少しだけ変わったものとなっていたかもしれませんね。一方でチュシンを抜擢した場合でも変わらないと思われる未来がこのトレードです。ジョーンズをご紹介する中でも触れましたが、オリオールスとの5対1トレード。 主審室があのまま MLB に定着した場合、おそらくジョーンズは放出候補となっていたでしょうし、チームが2008年に向けてエースが欲しいというところも変わりません。ジョーンズはオリオールズ側の見返りの中心でしたので、彼抜きではこのトレードは回らず、結局バベシー GM は引き金を引いていたと思われます。マリナーズファンにとって今なお悪夢のトレードが成立することは、イチロー選手が逮捕されるというありえないイフをもってしてでも、残念ながら防ぐことはできなさそうですね。なんでだよ。 ということで、いろいろ考えてきましたが、出身数は守ることができそうですが、結局マリナーズがプレイオフに出られないということは変わらなそうですし、またイチロー選手の数々の功績も幻となってしまいますよね。10年連続200アンダー、オールスター、ゴールドグラブ、MLB 通算3000本アンダー、さらにはおそらくイチロー選手はマリナーズの選手として殿堂入りすると思われますが、それもなくなってしまうと。 2019年日本でのあの感動の引退もなくなってしまうわけですから我々ファンとしては失うものがあまりに大きすぎる印象ですね本当にフィクションで良かったなと実感したところでこの動画は以上としたいと思います普段は MLB に関する動画を上げていますので興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いですそれではご視聴ありがとうございました